人に嫌われるのが怖く、人の顔色を伺ってばかりの自分の性格に疲れました、ね。人に嫌われるのは不安、恐怖が強いと。もう少し具体的には、私は人から嫌われることがすごく怖く、そのため常に人の顔色ばかり伺ってしまいます。相手のちょっとした態度や表情を気にしすぎて振り回されるのはバカらしい。いろんな人がいるんだから、性格が合わない人がいるのは当たり前とは分かっているんですが、とにかく誰からも嫌われたくない、嫌われるのが怖いとしか考えられません。どうしたらいいでしょうか、こういうなんか習慣がついちゃってるって感じですね。でこれは多分条件反射的なんだと思いますね。人間の脳っていうのは2つのパートがあります。1つ目は古い脳、2つ目は新しい脳ってことです。古い脳っていうのは大脳辺縁系と言われて、脳のこう奥の方にあります、まあ、中心側に。その周りを取り巻くのが大脳新皮質という新しいもので、これは理性を司る。ですから頭ではこういうことが分かってるんだけどもってことは、その新しいの理性に基づく、その新しいのは分かってるんだが、その奥の古いの、これはより動物的なので情動反射を司るわけです。これはもう考える間もなくそういうふうに動いてしまう情動反射ですね。でその中には扁桃体という部位があって、そこが恐怖や不安を司ります。これも情動反射で、情動反射っていうのは感情反射っていうんで、その怖いっていう感情が反射的に出てきてしまって、怖がる必要がないでしょうという新しいのの理性の見解を弾くほどに、その脳の主導権を奪ってしまう状態だってことなんですね。こういうことです。でこれはですね、人間の脳としてはですよ、例えば野獣に襲われるときは、野獣これはどうなんだろうとか考えてる暇はない情動反射でパッと逃げないと、それはいいんです。ただ人に嫌われるとか、ちょっと批判されるとか、ちょっと目つきですね、視線がその辛いとかいうことでこの情動反射が起きてしまうということは、これは過剰反応なんですよね。ただそうなってしまってるってことは、なんかそれが習慣づいてしまってるってことですね。じゃあこれをどうやって変えられるかっていうと、まあ、2つのプロセスというですね。で1つ目はですね、その身体的に変える。身体的に変えるっていうのは、その恐怖や不安を生じさせてる古い脳の中の扁桃体という部分がですね、理性による制御が効かない場合があると先ほど言いました。というか一旦ここが異常に興奮しだすと、脳の主導権を奪ってしまって何も考えられなくなっちゃうんですよ、うん。だから例えば恐怖や不安でバーッと何かやって、でその後なんであんなことをしたんだろうと思う時がある。それはそういうことなんですね。例えば野獣が出てきてバーッと逃げて、後で思い返して、はあよかった、でもあれ本当にクマだったんだろうか、うん、あれってタヌキだったんじゃないかと思っても別にいいんだけど、そういうような感じなんですね。でもこれ逆に言うとですね、この扁桃体の興奮は時間切れがあるってことです。つまり少し時間を稼げばですね、その恐怖や不安が静まっていくってことがあるんですね。だからその自分に恐怖や不安の感情が出てきたらですね、これは一時的なことだと考えて、何か時間を稼げればですね、落ち着いてくるところはあるんですよ。まあ、例えば夜中どうしても寂しくなって、もう生きてられないってなると、でその時に少し時間を稼げば自殺しなくて済むというか、まあ、そういうこともあるんですね。ですが何か時間を稼げればいいということ、これは一つあります。だから慌ててそこで行動せずにっていうことですが、まあ、このご質問についてのお答えとすると、そういった不安や恐怖が襲ってくるときもあるが、そうじゃなくて静まるときもあるんじゃないかって自分で観察してもらったらいいのかなと。そういうふうになればですね、今こうあの人の顔を思い出すとまたーってなったときに、これどうせしばらくすると収まるからと、これ勝手に脳の扁桃体が興奮してるだけだからって考える。そうすると自分の不安感情が自分と切り離されるんですね。この不安の感情っていうのは脳の扁桃体の興奮に過ぎない。そのように自覚すると不安や恐怖を制御しやすい。これはその精神医学者の方がちゃんと本に書いてあることです。恐怖や不安は自分じゃない、恐怖や不安は
自分の脳の一部の扁桃体の異常興奮に過ぎない。自分の別のところはそれがおかしいって分かってるっていうふうに考える。今それがおかしいって分かってるけど、しかしその不安や恐怖の感情、この本質を理解してないのでそれに引きずられると。そこでそれが扁桃体の異常興奮だっていう科学的知識を入れてですね、で自分を観察してあげて、それが去っていったり来たりするっていうこと、これを経験していただくと、自分の意識と恐怖や不安の感情が、これを脱同一化って言います。切り離すことができるんじゃないかと、こういうやり方があります。よってここで今流行りのマインドフルネスっていうのがあります。マインドフルネスっていうのは思考や感情を客観視するっていうのがあるんです。もちろんあのマインドフルネス瞑想っていうのはですね、思考や感情だけを客観視するんじゃなくて、体を客観視するとかいろいろあります。ただ最終的な目標は自分の思考や感情を客観視して、自分と自分の思考や感情を脱同一化することです。マインドフルネス認知療法などに用いられるマインドフルネス瞑想というのはそういうことです。人間は自分の思考や感情を自分自身だと思って、大抵それと一体化してるんですけど、その思考や感情を客観的に見れるようになると、思考や感情を扁桃体の異常興奮に過ぎないと、私の本質、私じゃないんだと思えるようになると、その思考や感情を制御しやすくなるんです。つまりどういうことかというと、新しい脳が脳の主導権を取り戻している状態なんですよね。そのためには何とかその恐怖や不安っていうのを自分のもんじゃないと思えるかどうか、自分のもんじゃない、自分の意識じゃない、自分の新しい脳のものじゃない、古い脳の扁桃体の異常興奮に過ぎないといって、どうにかこういなせるかっていうのかな、そういうことです。でこれがあのブッダが説いた無我っておっしゃるんです。思考や感情は私のものじゃない、無我。これは2500年前に説いた高度な心理学なんですね。だから大抵の人は自分と自分の思考の感情を一体化させてるので、コントロールできません。皆さんが何かをコントロールしたかったら、皆さんと皆さんがコントロールする対象があるわけですね。これ2つが区別されています。皆さんが思考や感情と一体になってるんですね。これどうしようもないんですよね。そういったことです。ちょっと難しい話なんですけど、恐怖や不安、それをコントロールする、なしはこれ怒りも同じですから、その方法として扁桃体の興奮に過ぎないという知識を持っておくとだいぶ変わるよっていうのは、本当に精神学者の方が言ってることなんで、まあ、まずはお伝えしておこうと思います。それがブッダの教え、心その他、これが本当の意味で私ではないという教えにも通ずるんですね。で2つ目にですね、それは体の問題であると、脳の扁桃体という体の一部の異常興奮が問題であると、そういうことですから、じゃあ体からのアプローチでそれを鎮めることができるんじゃないかってことが今度出てくるんです。で扁桃体の異常興奮を鎮める方法としては、吐く息を長くした深呼吸、これはあの扁桃体の異常興奮を鎮めやすいと思っています。ですから、まあ樺沢紫苑さんという精神医学者の方はですね、5秒吸って15秒吐きなさいと、5秒吸って15秒吐きなさいと。また小林博之さんというその自律神経の権威ですね、彼は4秒吸って8秒する、深呼吸、これをこう進めています。リラクセーションのためですね、ですからその吐く息を長くした深呼吸、つまりこれをしましょうと。つまり不安や恐怖っていうか、あの人の顔を思い浮かべるとその怖いっていう感情が出てきた時に、要するにゆっくりと深呼吸してみましょうと。家でそういう、またあの同僚と会わなきゃいけない、この質問どういう質問だったかな、人に嫌われるのが怖いということで、まあ仕事場なのか学友なのか、そういったことを特定されてないですけど、まあその仕事場に行く時とか友達と会う時とか、そういう自分が不安や恐怖を感じるかもしれないなと、そういうふうに感じた時に深呼吸をしてやると少し落ち着きますよってことですね。で大体不安や緊張の強い人っていうのは姿勢がですね、もう肩に力こう入っちゃってるんですね、キューッとね。ですから
体を使ってそれを和らげる方法は、一つは深呼吸ですが、もう一つは首や肩の力を抜くです。肩の力抜きたかったら一旦こうやって上げて下げる。でそうなるとですね、ここでヨガで皆さんご存じの体操、それが有益になると。首をゆっくり前に倒したり後ろに倒したりして、でぐるっと回してみる。そして肩を上げ下げして、最後は肩をこういうふうにして回して力を抜くと、肩に力が入ってるっていうのが緊張の時の話ですけど、不安や恐怖の強い人っていうのは頻繁に肩に首に力が入ってるから、自分でそれを自覚して自分で意図してですね、首や肩をその動かしてほぐしてもらって、で力を抜いてほしいって言うんですね。首や肩にその筋肉、それが緊張しがちな習慣になっていると。それが不安や恐怖の習慣と連動しているので、体の方をほぐしてもらうと、不思議なことに心の方がほぐれるということです。そして早くて浅い呼吸と緊張が連動しているので、深くゆったりとした呼吸をすると緊張がほぐれるということです。これは身体心理学的アプローチと解釈できます。つまり不安や緊張と連動する体の使い方があれば、それをその体の在り方を直せば不安や緊張が取れるんじゃないかというアプローチです。先ほど言いましたように、その不安や緊張っていうのは理性を弾くその情動反射であるから、そのまあこの方のように頭じゃ分かってるんだけどどうしようもないってことが出てくるときに、先ほど言いましたけど、一つ時間が稼げればっていうのはあるんですけど、それと共にですね、体の方からアプローチすると結果として自然とというか少し和らいでいくってところがあります。だからまあその不安や恐怖を感じたときに、何かそれから逃れるために後で取り返しのつかないような行動に出るんじゃなくてね、時間を稼ぎながら肩をほぐす、首をほぐす、で深呼吸をするということをやってみたらどうかなということです。またまあそういった不安や緊張が絶えず生じる人、全ての人に対してそうだということだと、まあ、なるべくですね、朝起きたとき、そして昼の休み時間、3時のとき、それから終わったときとか仕事の合間とかに、こういった緊張を解くですね、習慣の運動ですね、首肩の体操、首肩のアーサナっていうのをですね、数分でもいいから繰り返してもらって、自分のそういった心と体が連動した習慣を解いてもらうという方法があるんですね。ヨガは心、この制御ですね、不安や恐怖や怒りも含めた心の制御を目的にした東洋の知恵です。ヨガっていうのは心のコントロールという意味です。でそのヨガの第一段階の修行はですね、初期段階の修行はその体の筋肉をほぐすアーサナと呼ばれる体操、これが今有名なんです。第二段階は呼吸法ですが、こうヨガでは長期法と言います。気持ちと関係してくるんですね、長期法というんですね。気持ちを整えて書いて長期法、その後瞑想に入ってくるんですね。だから体と心が連動してるから、精神的なアプローチをする前に身体的なアプローチをして、それと連動する心の緊張、不安や怒り、それを和らげていこうと、そういう方法なんですね。でそういうふうにやりながらですね、少し緊張が和らいできて自分が冷静に見れるようになるとですね、つまり扁桃体異常興奮が少しずつ静まっていって、でその体をほぐしたり呼吸を長くしたりして、で落ち着いてくると理性を司るその大脳神秘質、前頭葉の部分が脳の主導権を奪い返していく。そうすると簡単に言うと、今自分不安や恐怖を感じている、それはおかしいことだと、そういう認識、それはもともと持っているわけですが、その認識が自分を動かし始めるというんですかね。こういうふうに思ってもこう考えてはいるんだが、分かっているんだがどうしようもないっていうのが、だんだんどうしようもあるようになってくる、そういう状況ですね。でそうなったらやっぱし、これは自分が基本的に嫌われたくない、よく思われたいって思ってるんですね。でにもかかわらずですねそういうふうに思いすぎると逆効果になるってことを、その自分に言い聞かせる必要があります。つまり嫌われたくないというのは分かると、
しかしあまりにそう思いすぎると、その自分の挙動はその他人から見ると絶えずその緊張した、その固い、そして場合によっては怖くて引きこもってしまうわけです。そういうふうに見えて、それでよく思われるわけがないと。その嫌われたい、嫌われたくないと思いすぎると逆効果です。あまり囚われすぎない方が逆にうまくいくんだと、囚われすぎない方が逆にうまくいくんだと、そういうふうに、まあ、言い聞かせてあげる方があると思います。もちろんあのですね、あの究極的な悟りっていうのは他人にどう思われるかに対して頓着しないっていう方がありますが、しかしもう一つ別のやり方として、他人によく思われたいというのは分かったと。じゃあ思われたいんだったらよく、それをにとらわれすぎると逆効果になるんだと。まあ家宝は寝てばで急がば回れって言葉はありますけど、何にしてもですね、とらわれすぎちゃうとすごくそれで緊張しちゃって、そこで判断が誤ってしまって、嫌われたくないならそういうことをしないでしょっていうのを逆にやってしまう可能性がある。まあこの場合で言えば、要するに他人のことを非常に気にしてしまうがために、それが苦しいから、要するに人付き合いができなくなって引きこもってしまう場合がありますね。あと途中までですね、非常に他人の言うことを聞いて、でそれに対してノーっていうことを言わないと、しかし自分の中には溜まっていると、である時耐えられなくなって、もうその付き合いをやめてしまうとか、相手に爆発してしまうとか、つまりマグマ溜めてる状態の人なんですよね。ですから引きこもっても爆発してもですね、人間関係壊れちゃうから、変な人だったよねってしか思われないんですね。だからこう嫌われたくないと思いすぎると逆に嫌われてしまうんだという、その道理をですね、まあ頭というかこう言い聞かせて、これ瞑想です。繰り返し繰り返し正しいものの見方を自分に言い聞かせる、これは瞑想です。ただまあそれを最初からできるかどうかってね、最初からそれを言えばですね、心が静まる人もいます。まあ私はあまりこう人前で話すと緊張しませんが、時たま緊張するときにはうまく話そうと思わない方がうまくいく、うまく話そうと思いすぎない方がうまくいく、うまくいく、うまくいく、あれこれと不安持たない方がうまくいくんだって心に言い聞かせるんです。そうするとだんだんこう静まっていく。そういうことができればそうやってください。でそういうことを言っても全然もう理性の言うことを聞かないと、返答代が時はですね、慌てて行動せずに体をほぐし、呼吸法をやって、云々ですね。あ、水を飲むのもちょっといいと思います。水を飲むと胃腸が動く。胃腸が動くとリラックスする神経、副交感神経が動くっていうことです。で、日頃から緊張型の人はですね、その他に良い習慣としては、副交感神経、リラックスの神経、これを活性化させるためにぬるめのお湯に10分15分ぐらい入るぬるめの長湯、これが有効だと言われています。他、緊張の神経、交感神経ではなく、リラクセーションの神経、副交感神経を活性化させる方法はいろいろありますけど、まあ、さっき言ったように筋肉をほぐす、特に上半身で、呼吸は吐く息を長くした、吐く息の方を長くした深呼吸ですね、早くて浅いのがダメと。それからまあ、水を飲むとか胃腸が動くとですね、少しリラックス。ただまあこれストレスがある人、ご飯食べ過ぎてでメタボになっちゃうってなるんですけど、ストレスある緊張するしてる人がご飯を食べると副交感神経活性化して、その時は緊張がほぐれるんですよね。でもそれでご飯を食べ過ぎてしまうと太っちゃうから良くないんだけど、まあそうではなくて水を飲むとかそういうのは良くないんですね。あとはまあ入浴の仕方などがあります。これはまあ別個に、そのテーマでお話した方がいいかもしれません。まあこうしてその不安や緊張が強いときは体の方からアプローチしていって、で最後に少し落ち着いてきたら、その道理をですね、自分の心に言い聞かせる、そういった精神的なアプローチをするということが考えるんじゃないか。そして不安や緊張が絶えず強いという習慣になっている、性格になっている人は、こういった身体ないし精神的なアプローチをこう逆に習慣としてやっていくということだと思います。これがヨガや仏教ではですね、修住というのは修行というんですね。繰り返し収めるから修行の修というのがついててですね、これ習慣になっているから、だから習慣として
いつも悪い習慣がついてるから、それを良い習慣でこう上書きしていくプロセスが必要で、これはそうですね、例えばこういった実践を始めて3ヶ月ぐらい見てもらうと結果が出てくる可能性があります。3ヶ月で細胞がね変わるって説があってね。で、何事も三日坊主じゃなかなかやってみたんですけど、呼吸法とかそれから体操法とかで2日やっただけで言ってもですね、その効果が見えないというかあるかもしれない。でも3ヶ月ぐらいやってもらうと、その体が変わってきて、緊張体質が変わってくると、ちょっと最近不安が減ってきたなと思えるかもしれません。ですが、まあある程度ね、呼吸法はですね、基本的に医学的には効果がすぐ現れると言っています。だやっていただければ全く効果が出ないってことは初回からないと思います。ただそれを3ヶ月続けてもらうと、1日だけ2日だけやった時よりも、つまり3日坊主よりもね、ずっと効果が深くなるんで、繰り返し一定期間3ヶ月ぐらいやってほしいというのを最後にお話しておきたいと思います。